地域貢献等優良事業者表彰がこのほど行われ、町内の事業者に野瀬豊町長から表彰状が贈られました。高浜町役場で行われた表彰式では、優良賞を受賞した新日本海事工業株式会社の松見義行代表取締役社長に野瀬町長から表彰状が贈られました。続いて野瀬町長が、今後も地域に携わるさまざまな事業者の模範となるよう活躍されることを期待していますと松見社長を激励。これに対し松見社長は、表彰されたことを糧に地域の皆様に喜んでもらえる企業にしていきたいと答えました。高浜町では平成27年から町が発注した工事において、地域住民への安心安全への配慮や工事における地域貢献活動などが特に優れていた事業者を表彰しています。今回表彰を受けた新日本海事工業は、高浜町の山中地がかりでの道路改良工事において、農業用水の確保や取水機能の向上、地域の環境美化に貢献したことなどが評価されました。野瀬町長さんからですね、もうご丁寧に励ましと感謝の言葉をいただきまして、本当に気持ちがあったかくなりました。はい、公共工事はですね、地域の方のためにあるわけですから、その地域の方に喜んでいただけるような仕事ができるように、社員のみんなにもお願いしていきたいなと思ってます。はい。